スターリンへのノリと作品85は、セルゲイ・プロコフィエフが、ヨシフ・スターリンの60歳の誕生日を祝うために1939年に作曲したカンタータ。現代は直訳すると、乾杯といった意味となる。ソビエト連邦へと帰国したプロコフィエフは、スターリン体制では、要注意人物と目され、厳しい監視のもとに置かれていた。 数多くのソビエトンの芸術家がソビエト当局から過度に形式主義な作品を創作したとしてすでに逮捕され粛清すらされていた。実のところプロコフィエフが演出家のフセボロド・メールホリドと共同でオペラ、セミオーンカとこに取り組んだ際にはメールホリドが1939年6月20日に逮捕されたことにより初演が延期されている。メールホリドは その後1940年2月2日に停止した。1939年10月に、プロコフィエフは12月21日に迫った、スターリンの60回目の誕生日の祝賀会に向けて、本作を作曲するよう誘いを受けたのであった。国外の者は、彼の最初の妻であったリーナと彼らの二人の息子たちが、プロコフィエフが命令に応じなかった時のための人質として、 シベリアに囚われていたことを知らなかった。リブレットは、初版によると、ロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人、クムク人、クルド人、マリ人、モルドビン人の出典から取られているとされ、10月革命の20周年を祝う534ページに及ぶ民謡風の詩集から選ばれた寄せ集めである。見かけ上は、 ソビエト連邦の多くの地域や民族集団の一般市民による作品に見えるものであったが中身は偽造であり実際は政府の書き手が匿名で民族的 V リーナを真似ようとして不格好にしつらえた失敗作となっていた先週はラジオ委員会によって作成されプロコフィエフはそこから再度の並べ替えと編集を行ったすでに出版されているテクストを使用することで 新作のテクストに要求されるような当局の承認を得る必要がなくなった。またこれによって10月革命20周年記念のためのカンタータでプロコフィエフが当局の助言を得ずに自作のリブレットを後から書き直さねばならなくなったような大失敗を繰り返すことを避けることができたのである。約十二分半。ピッコロに、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、 バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、打楽器ハープ、ピアノ、言語部、合唱サイモン・モリソンは、大規模な投獄、木が、粛清という現実とは明白な対象により、この作品や同様のプロパガンダ作品はまばゆく輝く収穫や、調和の取れた労働という恵み深い印象を、 与えるものとなっていると言及する。カンタータはトランペットの吐息のようなモチーフで幕を開け、弦楽器が波長長で広がりのある、流れるような旋律を奏する。合唱が突如入ってきて音楽は速度を上げる。合唱は時折遠隔の蝶へと滑り込むが、火星語法にはソビエトの音楽的偏教差に受け入れられないような異端すぎるものは含まれていない。 緩やかに流れる部分に入れ替わるように素早い、スタッカートの箇所が続いていく。とりわけ興味を引くのは、最後から二つ目で、合唱が波長長の音階を2オクターブ以上にわたって、上へ下へ追いかけ合う部分である。まるで子供が、ピアノのスケール練習をしているかのようで、イギリスのジャーナリストであるアレグザンダーワースは、善良で素朴な、コルホーズ労働者に、 単純な波長調の音階を上下に、上下に、また上下に歌わせてしまい、からかえなかったのではないかと思うと述べている。還元楽は、と音と変異音のペダルノートを交互に出す。最後は、波長調となり、合唱は、あなたは我らが強き要塞より駆け譲る旗。あなたは我らが魂と血潮を温める炎、をスターリン、スターリン、と歌う。 ブルーのモンサンジョン製作のドキュメンタリーの中で、スビアトスラフリヒテルは、基本方針を定めずに、移植の仕事をした、冷酷なプロコフィエフを批判し、主題が原因で、本作は今日では、演奏不能であるとしつつも、疑うべくもない天才の作品であると評している。この作品は1939年12月21日に、モスクワで、ニコライ・ゴロワノフの指揮により初演された。 1952年には2回放送されている。ヒスターリン会語は他の多くの作品と同じく、現在は批判される部分もあるスターリンに言及した部分を取り除くためにテクストが書き直された。1970年と1984年の版では、乾杯はソビエト連邦共産党への乾杯への意味になっている。ありがとうございます。